スターウォーズライズ・オブ・レジスタンスはディズニー・パークのスターウォーズギャラクシーズ・エッジ内に位置するスターウォーズ続産部作をテーマとしたライド型アトラクションである。ディズニーランド版のアトラクション入り口ディズニーランドではギャラクシーズ・エッジのオープン日である2019年5月31日にアトラクションミレニアム・ファルコンスマグラーズ・ランを導入していたが このアトラクションは2019年の秋頃にオープン予定であった。その後、ハリウッドスタジオは2019年12月5日、ディズニーランドでは2020年1月17日オープンが発表された。スターウォーズ、フォースの覚醒とその続編である、スターウォーズ、最後のジェダイに登場したキャラクターであるレイ、カイロレン、ポーダメロン、フィン、 BB-8 らがこのアトラクションでも登場する。舞台となる街、ブラックスパイアの一角には、鬱蒼と茂る森が存在しており、その奥には新京和国軍が敵対組織ファーストオーダーの目を盗んで建設したレジスタンスの基地が存在している。ゲストは、カイロレン率いるファーストオーダーと激しい戦いを繰り広げるレジスタンスの新兵という設定。例の指令を受け、 8人のゲストは宇宙船に乗り込み、ファーストオーダー版、スター・デストロイヤーに乗り込もうとするも、ファーストオーダーに見つかり連行され、カイロレンにレジスタンスの基地のありかを吐くように言われる。カイロレンらが去った後にレジスタンスが救出にやってき、再プログラミングされた R5 シリーズアストロメク、ドロイドが操縦する、8人乗りのファーストオーダーの輸送船に乗って、 スター・デストロイヤーからの脱出劇が始まる。ファーストオーダーのストームトルーパーの整列2019年12月5日にオープン。世界で最初に公開されたアトラクションである。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート、スター・ウォーズ・ライズ・オブ・ザ・レジスタンス。ありがとうございます。